にちは、リカリカです。はい、今日は前からみんなにたくさん質問いただいていたリカリコの筆箱を紹介したいと思います。新学期になったっていうことで、なんか少しでも参考になったらいいなと思います。それでは動画スタート。はい、それではちょっと学校の気分になりたいので変身したいと思います。それでは変身。はい、はい、着替えました。じゃーん。ちょっとリボンが出せないんですけど、まあこんなことは気にせずに筆箱の紹介をしたいと思います。下手くそだからこんとこやったやん。やってみたかったやつ。でもう一回こんなとこやった。来ました。はい、リカとリコが使っているのはこのクマちゃんです。超かわいいやろ。これはね、ファンの子にいただきました。そう、めちゃくちゃかわいいの。そう、かわいいの。机の上にこうやって置いとくだけでかわいいから、先生とかによく「何それ!」って言われる。言われた？言われるよ。はい、というわけでリカとリコの中身が多分ちょっとずつ違うかなって思うので中身を紹介したいと思います。はい、じゃあリコの筆箱の中身を紹介します。まずこれがクマちゃんです。筆箱です。で、ここに中身出しました。じゃあちょっと紹介します。何の統一感もない筆箱の中身です。参考になるか分からんけど、これがリコが好きなペンでございます。まあ色は多い方がいいよね。そして消しゴムやろ。なんかここ変。めっちゃ気になるこういうので、これがシャーペン2本。まあシャーペンは 0.3 とこっちが 0.5 で、マイネームは持っていまして、これがボールペン。これはなんか教科書とかプリントとかにマーカーしてるのに割れた時に引くやつ で、これはその 0.5 と 0.3 のシャーペンの芯。これは定規。これね、中学校の時から使ってるんやけど、これ本当は全部水玉なんやけど、ここをリコはテスト中に変形させました。はい、そしてこれが修正テープです。こんな感じになっております。参考になったでしょうか。では次、リカに行きたいと思います。はい、では次リカが紹介していきます。これはクマちゃんです。こっちがシャーペン、赤ペンと青、これはマイネーム、マーカーですね。これは書道の授業の時にハンコを作って、まあこんな感じ、絶対いらんのやけど、しまうところがなくて筆箱にポイって置いてきました。なんかリカはシンプルなのを集めたくて、こういう定規もシンプルやし、消しゴムもなんかごちゃごちゃしたやつは嫌いで、この消しゴムものを使っています。でもなんか授業中になんかピロピロしてこんな感じになんか悲しくなってます。のりはこのキティちゃんの可愛いやつを使ってます。で、ハサミはでかいの持ってくのめんどくさいからちっちゃいの持ってて、はい、というわけでリカの筆箱の中身紹介でした。はい、というわけで今回はリカリコの筆箱の中身を紹介しました。このクマちゃんお揃いにしてください。どこに売ってるのかわかりま、わからないけど、多分ビレバンとかに売ってます。なんかのビレバンとかで見たことある。ライオンとか、あ、そうそうそう、ライオンとかもおった。うん、はい、というわけで皆さん新学期頑張りましょう。頑張りましょう。よくわからんけど。というわけで今回の動画も見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。